松田的スーパーヒーローラジオ特撮で遊ぼう。特撮で遊ぼうは特撮というジャンルをさまざまな形で遊んでしまおうというコーナーでございます。今週のテーマはストーリー進行によって見え方が大きく変わった描写やキャラです。じゃあ早速読みまこれらをいいよこいっしょ。ででーん、戦闘員アマミューさんからいただきました。ありがとう。今回のストーリー進行に伴い見方の大きく変わってしまった当初の描写は、ウルトラマンガイアのコップとパズズでございます。ということで、他にもメールをいただいておりました。初登場回コップは第1話、パズズは第22話が初登場なんですけど、どちらも根源的破滅将来体が地球に送り込んだ宇宙怪獣でございます。説明文としては初登場後も真相解明後も変更点はありません。正体が変わったというわけではないんですけど、しかしこの怪獣が破滅将来体に操られているとか主従関係にあるとかかと思いきや、そうではなく、第44話にてとある惑星で普通に暮らしていたところ、知らぬ間に地球に転送されたと判明するんです。で、つまり彼らが地球で暴れたのは急に知らない環境に送られてパニックを起こしたから。返せって言ってなんか俺を返せって言ってるだけやったのかもしれないね。可能性はあるし、あるいは この世界側が自分に何か攻撃をしてくるかもしれないっていう防衛反応だったりとか、そういう可能性もあったというか、なんかまあその真相を踏まえて彼らの初登場回を見直すと心細いんだろうななど、怪獣に同情しつつでも人間としては倒さないわけにはいかないという複雑な気持ちに襲われることでしょう。でなんか他のメールでいただいてた中で覚えてるのは、その突然飛ばされる、飛ばされてくる、でうわこのじゃあコブとかパズがいる星が地球に対して攻撃してきてるんだと思って、例えばこの地球側がこのコブがいたところの星を攻撃したら、そしてパズがいたところの星を攻撃して順番に破壊していったら敵だと思ったから、攻撃してきたからのつもりだったのは、そのうちこの地球側が破滅根源的破滅将来体になってしまうというか、言うたらいろんなところにいきなりけしかけてって、怖かっただけなのっていう、伝聞として地球やばいよってなってしまう、そしてあいつらはそういうやばい存在なんだって言われてしまう未来もあり得たっていう、確かにそんなはずじゃなかったのにっていう、最初と最後でさ変わってしまうみたいなところも込んで、ジョスって思って面白いなぁ、ほんまにこのテーマ絶対面白いな、ね、これかな、そちらですね。戦闘員鉄山さんからいただきました。ありがとう。と仮面ライダーアマゾンの主人公アマゾンこと山本大輔の見方が変わりましたと。最初は上半身裸で言葉が喋れないのが、ストーリーが進むにつれてバイクに乗り言葉が喋れるようになり、どのようになるのか、どのようになるのか見方が変わりましたし、最終回では白いスーツで船に乗るシーンには驚きました。まっすぐ確かに、なんかこれからどうなっていくのかが楽しみというか、人間になっていくというか、確かにこれさ、我この表現すごくいいなと思ったのが、人間の真似っこをしてスーツを着てみるようになりましたのワンランク先に白スーツがあると思ってて、そんなに歩いてないもんね、白スーツ、ね、なんか参考にする人がトッピじゃない限りはドラマとか見たんかなみたいなになっちゃうしさ、だからなんか最終的に白いスーツを選んで、船に乗って移動することができるっていう、走るとかじゃなくてさ、なんかそれはめちゃめちゃいい表現だなって思ったんだよね。24話で確かに本当にみんな人間の心の中には、ジョーラのアマゾンを買ってると思ってて、あ、
そう、人間はみんな、そう、私はね、うん、どっかにあるんじゃないかと思ってるの。みんななんか人との対人コミュニケーションの中で嫌なことがあった時に心の中でアマゾンが人間嫌いだって言いながら走ってると思ってんのそう、もうジョーラで、あと我らそれ言い過ぎ人間だから、ね、人間嫌いだって言って走りがちだからどんなのか駆け回ってるからでもジョーラだったこと一回もないよ。ほんまに私の中ではずっと、あ、私が、私はジョーラじゃないけど心の中のアマゾンがねそう、ジョーラで走ってるから、みんなやっぱりこれに このアマゾンのことよく買いがちだろうから、心の中に白スーツのアマゾンって買ってみたことがないもんで、なんかこれはちょっといい情報だなって思った。いずれその自分が成長していった先にさ、白スーツのアマゾンが現れるかもしれんよちょっとやってみて、ほんまにお願いやから、その使いやすい使いにくいあるからさ、ね、イマジナリーアマゾンが白スーツ着始めるかもしれないからね、その時には報告します。お願いしますはい、そしてちょっと最後一つね、あの、初めと見方が変わった、またちょっと違うかもしれないんですけれども、見方大きく変わったか、戦闘員陳切り星さんがいただきました。ありがとうございます。ストーリーの進行上でびっくりした特撮キャラは仮面ライダーブレイドの相川はじめです。彼は仮面ライダーカリスの変身者というだけでなく、正体がまさかのアンデッドで、しかもジョーカーだったことが判明したのが衝撃的でした。そんな彼は剣崎との関係も最初はぶつかり合う仲だったのが、友情が芽生え仲間として共に戦うことになったことは嬉しく思いました、ということで、なんというか、まあ、言うたら、いっちゃんはじめ何者かもよく分かってない、普通に人間だろうって思ってた時はぶつかりまくっとったのに、そのいろんなことが判明していって、最終的には共に戦うことになった、分かった上でね、そうそうっていう、なんか、まあ、1年間やるからこそこれだけの大きな流れを描けるという、なんか、まあ、この可能性はあったキャラだと思うけど、なんかぶつかってた時はまだ悪い人かもって分かってたわけじゃなかったのが面白いなって思う、うん、そのこのジョーカーだと分かった上で一緒に戦えるわけや、うん、やけどそれまではただの人同士だと思っとった時の方が揉めてんねやというか、うん、ね、なんか不思議だよなって、面白いねそれはねって思って見てるけど、ジョーカー、私その当時めちゃくちゃ怖い見た目だなって思ってたんだけど、今改めて見ると、今改めてというか大人になって改めて見ると、ね、すごく美しい造形なので、お虫様が苦手な我らでも美しいなと思えるという、わ、うん、かる、素敵でございます。ということで、本当にたくさんのメールありがとうございました。以上、特撮で遊ぼうでした。松田的スーパーヒーローの